中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。いい当たり、高橋アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んで2アウト。バッターは3番吉田、2アウトになっています。この回の小笠原、3球で2アウトまで来ました。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。あー、ボールですか。はい、インコースわずかに外れてボール、ボール先行です。打ちました、村上、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからタイガースが守備につきます。バッターは村上、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか、初球ボール、インコースへの変化球、ストライクです。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボールになります。次が5球目、よく見極めました、フォアボールです。ランナー動きませんね。低めの球、これは外れます。打ちました、ヒットになった、ドラゴンズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には木下が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。初球打ち、これはファーストライナー。さあ、そしてバッターボックスには大島が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そう、初球打ち取ってツーアウトです。さあ、そして打席にはハウエルが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、低めわずかに外れてボール、これが3球目。今のはバッターよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました、坂本、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。2回になります、タイガースの攻撃。打席には4番バッター岡本。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。これが2球目、いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール、インサイド落ちました、ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。インサイド落ちました、わずかに右に切れました、ファールボール。誘ったんですけどね、振りませんね。振ってきません、外れています。アウトコース打ちました、セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。6番バッター村上、ツーアウトランナーありません。初球ボール。改めてお聞きします、バッターの村上、どういうバッターなんでしょうか。まあ、驚異的なパワーに目が行きますが、技術も素晴らしいんですよ。完璧ですね。そうですか。4球目は何で来るか、ここは1球見ました、インサイド落ちました、ファウルになります。これもファウル、打ちました、いい当たりだ、
右中間に強い打球、右中間真ん中破りました。バッターランナーは2。さあ、そしてバッターボックスには福留が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、ここまで無失点できてますんで、相手に先取点は渡したくないですね。なるほど、そうですね。インサイド打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、これで3アウト。2回の裏、ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは6番ビシエド。ドラゴンズ得点、1、2塁間、ライト前へ抜けていく、ライト前。バッターは7番に入っている高橋、ピットでランナーを1塁に置いています。初球は何から入ってくるか、初球ボール、中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ふわふわっと上がった、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。8番バッターアキーノ、ワンアウトになっています。初球は打ち、まあ、やや浮いた感じでしたけど、打ちにくいボールですよね。まあ、うまくさばかないと詰まってしまいますね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。さあ、3球目は何か。低めの変化球は決まりません。これが4球目。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打った、取った、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーで3アウト。3回に入ります、タイガースの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の山田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッターボックスには代打の山崎、大歓声を背に打席に立ちます。さあ、西さん、ここは期待に応えたいですね。ここでバッターボックスには代打の大谷、最初は変化球できました。変化球打った、ファウルです。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですね。引っ掛けさせようかというボール。さあ、4球目は何か。外の球打った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツーを取りました。さあ、そして打席には田淵が入ります。怖いな。バッターボックスには代打の浅村、ツーアウトランナー三塁です。初球から打っていった、スタンドには届かない、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース最初は変化球できました、ボールになります。低めは外れました、ボール先行です。いい当たり、フェンスギリギリ、二塁送球はどうか、セカンドランナー、さあ、まず1球目、微妙なところを攻めてきます、ストライクです。低め、これは外れた、もう1回持ってきました、ボールになります。外、際どい球、ボールになります。3ボールになりました。ファウルです。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる、タイガース。まず初球、しっかりと見極めました。チェンジアップには反応しません、ボールです。これは見送ってボール、ストライク入りません。打ち上げました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーホームイン。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。
変化球入りません。いいコースだったんですけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。低めの変化球は外れました。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってスリーアウトです。ここでタイガース守備を変えてきました。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターは9番に入っているリューク。ドラゴンズビハインドで迎える最終回です。さあ2球目は何か。セカンドフリーヒット、ホームへ、右中間へのヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそしてバッターボックスには村上が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。もうここで詰めておかないと厳しくなってきますんで、ここもしっかりつないで得点してほしいですね。なるほど、そうですね。次が2球目、バッター有利なカウントになりました。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。そうですよね。ストレート打った、ショートが抑えた、これはセーフ。サードランさあ、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。ボールをバットに乗せて運ぶように打つとフライが打てると思いますけどね。なるほど、そういうバッティングができるかどうか。バッター有利なカウントになりました。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。そうですよね。これで3ボール厳しくなったか。ここからは確実に狙っていきたい。今のは内ゴロのボールでしたけどね。そうですね。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ここからは確実に狙っていきたい。ふわふわっと上がった、取ってアウト、ワンアウト満塁と変わります。さあそして打席には木下が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。ここからは反撃を信じて、まずはこのランナーを返すことですね。なるほど、そうですよね。ああよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース低めのストライク。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。いや、ここで押し出しするような。押し出し、じりじりと追い上げます。ドラゴン。さあそしてバッターボックスには大島が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあチャンスが続き満塁の場面、タイガースピッチャーが変わります。一打まずはインコース、膝下厳しいボールですね。まあ、次は外というパターンもありますから。バッターボックスには代打の鵜飼。目は何で来るか。ボールです。ここは点差もありますから、クリーンアップとしては犠牲フライ以上の結果を出したいですね。そうです。打ち上げた、同点のランナーが三塁を回った、サードランナーがホーム。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。バッターボックスには代打のアルモンテ。ドラゴンズこの回同点に成功、攻撃は続いています。西さん、ここからですね。そうですね。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。これが2球目。いいところに決めてきますね。アウトローの変化球、キレがあります。すぐに追い込みました。外の低め、見極めます。地に持ってきました。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。インサイド打った、掴んだ、一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそして打席にはビシエドが入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。この球は見送ります。タイガースピッチャーが変わります。一打サヨナラ。
れました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これでフルカウント。次のバッターのことを考えると歩かせる気はないと思うんですけどね。さあ勝負してくるのか。手が出ません。三振。試合終了。ゲームは引き分けながらも特別ルールによりタイガースが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。